オパンする、オパンする、オープン SSL は SSL プロトコル TLS プロトコルのオープンソースで開発、提供されるソフトウェアである。中心となっているライブラリー、C 言語で書かれているは、基本的な暗号化関数と様々なユーティリティ関数を実装している。様々なコンピュータ言語でオパンするライブラリーを利用できるようにスラッパーもある。 オパンスルはエリック・エイ・ヤングとティム・ハドソンによるサレイ、1998年12月に開発者が RSA セキュリティに移動したため開発は終了されているをとにしている。オパンスルが利用可能なプラットフォームは、ほぼすべてのユニックス系、ソラリスやリナックス、MAX、BSD を含むオパンベムズ、そして Windows である。IBM によって、 システム I に移植されたバージョンもある。オパンスルは以下の暗号化アルゴリズムをサポートする。オパンスルはアメリカ国立標準技術研究所のによるコンピュータセキュリティ標準であるフィップス140からににおいて承認された初めてのオープンソースプログラムである。最初の承認は2006年1月に行われた。同年7月には承認されたモジュールによる外部のプログラムとの 相互作用に監視疑問が提示されたため、一旦は撤回されたものの、翌2007年に再び承認が行われた。オパンスルはオパンスルライセンスとサレイライセンスのデュアルライセンス下で公開されている。オパンスルライセンスはアパッチライセンスバージョン1.0であり、サレイライセンスは宣伝条項付きの4、条項 BSD ライセンスである。 一般にデュアルライセンスでは、ユーザーは2つのライセンスの打ち方法を選択できるが、オパンスルの説明書きによると、両方のライセンスが適用されることを意味している。オパンスルライセンスは、アパッチライセンスバージョン2.0ではなく、アパッチライセンスバージョン1.0であるため、この製品は、オパンスルツールキットを利用するためにオパンスルプロジェクトによって開されたソフトウェアを含む、 という一文を再販布の際に含めなければならないとい規定が含まれ、GNU ゼネラルパブリックライセンスと非互換である。ただし、ザオパンするプロジェクトの見解では、多くの Linux や BSD ディストリビューションにおいて、オパンするは、オペレーティングシステムの一部を成しているため GPL の、制限は適用されないとしている。中には、オパンするエクセプションを追加して、 システムで動かせるようにしているプロジェクトもある。GNU アジアとプロジェクトがそのような例である。バレグラインドをオパンスルに対しても適用可能とするためにデビアンディストリビューションに含まれるオパンスルにパッチを適用したが、この際に誤って疑似乱数生成器が正しく動作しなくなり、生成される暗号鍵が予測可能なものとなってしまった。 このバグは2006年9月17日にリリースされたデビアンから含まれており、バグが判明してデビアンから発表されたのは2008年5月13日であった。デビアン系以外のシステムを含め問題となったデビアン上で生成した鍵を使用している場合は脆弱性のないオパンスルで鍵を再生成する必要がある。このバグはデビアン4.0では オパンスルの 0.98c-4h3 以降で、デビアン5.0では 0.98g から9で修正されている。2014年4月7日にオパンスルの 1.02β や1.01系列で TLS のハートビット拡張についてメモリの扱いにバグがあると発表された。このバグを利用することで ハートビート1回ごとに6 4イトのメモリを読み取ることが可能となる。この問題の区分番号は区分 -2014 から0160である。この脆弱性は2011年12月31日から存在し、オパンスル1.01がリリースされた2012年3月14日以降、脆弱性のあるオパンスルが広く使われている。サーバー側のメモリを読むことで、 機密情報にアクセスが可能となり、場合によっては、秘密鍵を盗まれて暗号化が無力となり、中間者攻撃を仕掛けることが可能となる。ユーザーに関する非公開の情報、例えば、セッションクッキーやパスワードも漏れ得るため、他者になりすますことも可能となってしまう。脆弱性が判明した段階で、認証局から証明を受けた HTTPS サーバーのうち、 ざっと17%から半分程度が影響するものと見られている。基本的な対策は、ハートビートを使用しない、同ペンするのを、ハートビッツオプションをつけて、再コンパイルするか、脆弱性を修正したバージョン 1.01g 以降への更新となる。2014年6月6日に、過去10年以上にわたるすべてのオパンするのバージョンについて、 チェインジェサイファースペックメッセージの処理の不正な順序による挿入によって攻撃者の意図する弱い暗号へ強制変更せた通信として開始されるという攻撃方法が発見され CCS インジェクション脆弱性として公開された。この脆弱性は過去のオパンスルのほとんどのバージョンに存在し通信開始手順の途中で不正な信号を送ると 該当する通信で使われる一時的な暗号鍵が第三者でも予想できてしまうというものである。また、脆弱性発見の経緯が発見者により公開されている。d ィークリプティング RSA with Abselate and Weak Indo-Encryption と名付けられた攻撃手法の略称。脆弱性の概要は SSLV2 を使用可能にしていると攻撃者は 同じ秘密鍵を共有する SSLV2 が有効なサーバにプローブを送信することで新しいプロトコルである TLS を使ったクライアントとサーバの接続を複合することができる想定される影響は遠隔の攻撃者に SSLV2 をサポートしているサーバの暗号通信を解読される可能性がある SSLV2 をサポートしており TLS 通信で SSLV2 と同一の証明書を使用している場、TLS の暗号通信であっても同様の影響を受ける可能性がある。この攻撃に対処したパッチは 1.01S または 1.02G である。SSLV2 自体は2011年から非推奨となっている。オパンブスドプロジェクトでは前述のハートブリード問題を受けて オパンする1 0 1ムをベースとしてフォークしたビブレスルを2014年4月に立ち上げた。これは、オパンブスドで利用されているオパンスルライブラリーを置き換えることを目的としており、オパンスルのコードの見直しを行いより、セキュアな実装とすることを目指している。すでに、オパンブスドにおいて、不要なコードや古いシステムのサポートのためのコードの削除を行い、9万行。 以上のソースコードの削減を行っている。2014年7月11日に、リブレスル2 0がリリースされた。Google も、オパンスルをフォークしたボーリングスルの立ち上げを2014年6月に発表した。Google では、オパンスル、リブレスル双方の開発者と協力していくとしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。